皆さんこんにちは、ぎこちゃんです。しまひです。よろしくお願いします。お久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶりですね。またね、1ヶ月ぶりぐらい。いやもう本当、前回は呪術廻戦以来です。ああそうですね。そうです。そう、呪術廻戦に関しての動画をちょっとね、6月冒頭に出そうと思うんですけど、ほう、実際売り上げがどれぐらいいったのかっていう、あのランキング出したじゃないですか。ああ売上ランキング、コラボ売上ランキング、あれ面白かったですね。出ましたんで、あ、もう出たんですか。はい、なんでお楽しみに。へえ、ぜひ。はい、ということで、下髭さん、コロナ全然落ち着かないんで、うん、全然もう、ね、出社とかないですね。全くないっすね。ね、だから、うん、どんぶりさんはね、ここにね、そうそう、週何回か来て、そうそう、ね、来てるんですけども、下髭さんも来ることがなかなかないですからね。もう1年以上ですよ。そうだよ、1年以上だよ。あ、いや、いいよ、うん、だから逆に言うとちょっと、まあ、悪いところで言うとさ、うん、やっぱりその直接すぐコミュニケーション取れないから、こうしてとかああしてとか、こうした方がいいんじゃないのとかいうのもないんですよ、正直。そういうのはで、いいところ言うと、いつでも抜ける、人がいないから。ああ、いつでもオナニーができるっていう。ああ、そう、感じ。力を抜けるとかそういうことですね。そう、モンストじゃなくて抜き人ができるっていう感じなんですけどもまあいいや、そうストライクできるのね。最近抜き人見てないんですよね。抜き人最近見てないです。何見てるんですか逆に。いやでもね、ファンザが多いっすね。ああ、わかりました。やっぱり、うん、ファンザを見てるという大記念で、本日はですね、超獣神祭を1000個使っていきたいと思います。おバサラね、女子の心をくすぐるキャラクターでございますよ。あ、あの PV の感じがそうだった。そうそうそう、うん、まあこれね、これ獣神化だよ。獣神化は2パターンあるのか。2パターンある。獣神化前がすでにちょっとね、美男子な感じなんですよ、ほら。で、もう獣神化のこの神化ベースみたいなもんから右側で言うと、もう裸だからね。乳首、うん、大丈夫。いや、ない。あ、ないんだ。多分手術済み。あ、うん、乳首はバンになるから。あ、なるほどね。規則性機能持ってんだね、強っ。こっちがあれか、進化の方が、獣神化の進化の方が、こっちがあれだよね、エリミネーターだよね。エリミネーターか、うん、こっちなんかかわいそうだね。既属性キラー、俺キラー好きなんで。しかもパワーモードっていう新しい。そう、これがなんかステージ最初に 1.5 倍だっけ。あ、そうなんだ、俺見てないんですよ、うん、モンストリー。なんかステージ冒頭それぞれの、うん、でなんか新しくそういうスキルがついたみたいですね、アビリティか。今日の夜に超究極来ますよね。あ、来ますね。21時から。あ、そうそう、トーマだっけ、うん、なんだっけ、悟空か、うん、悟空みたいなね。そう思ったけど、はい、来ますけども、まあじゃあ引いていきますか。はいね、限定キャラ9体が廃止しても減らせ、早く。9体多すぎるから。限定じゃないから、そんなの。もうだから、モーセもまだいるんだよね。そうだね、何年前、モーセって。もう3年近く前っすよ。そうっすよね、うん、2、3年前だよね、うん、ソロモンがおととしぐらいか。そう、去年がエクスカリバだもんね。うん、あれこれなんだっけ。あ、途中の6月ぐらいに来たのか、これ。来たね、闇だって。そうだそうだ、まあいいや、とりあえず弾いていきましょうか。お願いします。じゃあ音は聞いてもらっていいですか。あ、じゃあ弾いてましょうか。久しぶりに。これオーブ線香を使っていくからね。ちょっと弾いていきましょうか。欲しいのは、希望はバサラ4体、うん、あー、じゃあいきます。なるほど、艦隊でね。そうそうそう、弾くようにと。艦隊、いや別で動画出しますけれども、ええ、ガンロは左手決定したということで、結構ね、ちょこちょこ、結構というかちょこちょこ、うん、リップでもらってたんで、うーん、ちょっと触れようかなと思います。まあ確かに。ちょっと待って、早くねえか、いきなり。マスクしてるからさ、一応さね、あれだから、そう、ソーシャルディスタンスやっぱり、ね、やらないといけないから。どうするの、爆死するイコール、うん、マスク外さないといけないから、マスク外すイコール感染のリスクが高まるってことですから。 X ブラックさん、爆死イコールコロナ感染、考えてくださいね、それね、本当に。ひどい言われようだよね。いや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 、そうですよ、爆死したら感染したかもしれない、こっちは。いやもう俺ね、去年の6月ぐらいにね、はいはい、コロナの疑いが僕も出たんで。そうですよね、鼻に突っ込んで。お寮だ。あ、お寮だ。 おつじゃないか、お寮か。お寮、懐かしいな、お寮。まだ3桁じゃないですか。あ、でも重心化結構汎用されますよね。そう、いや、もう使わないでしょ。全然使わなくなっちゃった。もう使わなくなっちゃったよ。出た時結構使ったな、重心かなった時は。重力ダメをお持ちだからね。うん、結構マジで汎用性高い。だからさ、やめろよ、おい。あ、おいおいおい、おお、なんだこの紫ラムネみたいな色。
シャーロック・ホームズ2体、シャーロック・ホームズって俺まだ2体運極じゃない気がするんだ。運極、あれちょっと待って、あれ208ってことだ、楽引けだね。2体目のシャーロック、あれ待って、もう3体運極でもうよく分かんないことになってる。だからそんなあってんだ、これだ、これに混ぜろってとこね、ことね。そっかそっか、正月バージョンがあるからか、多すぎるんだって。まあでもね、あのもうなんか今あんまり見ないか、あのボコボコボコかん、あの感染、うん、電線、はいはい、分かんないけど、あそうか、別キャラ扱いになるから、そうそうそう、よかったんだけど、あんまりもう意味ないんだよね。あれをしてくるやつがね、いなくなって、トライブパルスしてくるやつがいるから逆に、うん、同種族が全部ダメっていう、あんまり意味なくなっちゃいましたね。止まれ、やめて、本当感染しちゃうから。いや、今あれちょっと夢に出んな。すごいよ。なんだ夢に出るって、もう変な顔返ししようと思った。あれ久しぶりだからね、もう下井さんもね、強烈強烈なの忘れてるんですよね。そう、あ、こうだったって思ったな。そう。見た瞬間笑うんだよ、止まってた。人の顔見て笑うって、ね。止まれそう、そろそろ。うわ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 。リナとしもぎさんや、すごい、美女と野獣ってこのことだね。お、確かに運平さんね、そろそろ運極なんですよ、わし。あ、そう、うん、てかやっぱ当たんねえな、ほんとそうだね、うん、あのね、超重心祭のキャラクターを運極にするには、うん、だいたい80万から120万の間ぐらいなんだね。そうね、そう、いつもアルセーヌの時もそうだったね。そう、マスターポーズ、うん、結構新しいキャラだな、アルセーヌの時も高かったから。おい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 、先行スタートだよね、先行スタート、あ、まあまあ、じゃあまだ、まだ、うん、いける、まだ希望は持てる。アルセールの時はね、うん、100連回して1体出るか出ないかぐらいのね、方が結構多かったですよね。あ、確かに、うん、出た、最弱キャラ使わないな、カメハメ、カメハメハ、じゃあいきますか、はい、パッ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 パー、ストライクショットって言ったら教えてくださいね。うん、もう何も言わないですね。静かなもの。静かなもの。ああ、そんなもんだよな。でも 0.6?9? 0.9 じゃない。9なのかな。いや、毎回そう書いてあるだけですよ、一応。あ、そんなわけない。一応で出さなきゃいけないっていうね。うん。おしゃ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 。いや、古いな。 0.9 だと思うよ、一応。表示上は。0.6 だわ。6? うわー、低っ。で、あ、低いね、いつもよりね。あれ、いつもより低い。あれ今までって 0.6 だっけ、降臨初日の時点でさ、鳥獣とかってさ 0.9 なかったっけ、あれ覚えてねえな、どうなんだろう、分かんない、 0.6 だったのかな、ちょっと覚えてないですね、こんだけ引いて覚えてないですね。でも星5、6のトータルの数が 12% っていうのは、うん、あ、そうね、同じですよ ね、 そうね、やっぱりそこはもう変えたので。他のやつ 0.3 にしてさ、バサラ上げてほしいよね。これさすがにそうだね、新キャラだし、うん、ちょっとさ、もういいよ変顔は。毎回毎回。いやー、どうしようね、これなかなか出ないけど、まあもう少しでやっと半分なのかな、これやばいよね、気がする。俺100連で1体出てくれればね、まあいつも通りなのかな、まあ、ここでまずまだ外しておくからしょうがない。そうね、あと10連で出てくれれば、まあいつも通り4体欲しいんでしょ、4体欲しい。何でしょう、4体、まあ普通に当てるんだったら2000個必要ですからね。あ、普通で行くんだったら、まあ、いつも通りで行くんだったらね。 あ、そっか、そうペース的にね、そう、なんでこれ使わないんだね、サルモネラザって何だっけ、サルタヒコ、サルタヒコだ、サルモネラって私はなんか大腸菌なのだ。そうだよ、うん、確定ないんだね、全然だね、マジか、全然ないね、何にも言わないよ、マジか、まあでも、うん、ここで当たってくればまあ取り戻せそうな気もする。そうですね、これはね、まだね、うん、いいな、アルセーヌは、うん、アルセーヌなんて逆に出やすくなりそう。あ、まあ、いつも通りの展開です、ね、よくあるパターンですね。そうそうそう、これまでね100万円バーって使ってきて分かったことは、1個前の当たりはめちゃくちゃ当たるんですよ。ああ、じゃあこっから、じゃあそう、アルセーヌが1本当たるんですよ。ああ、
だからもうその時に狙わないで、うん、そうそう、実はその後に狙った方、次のキャラを実装された時に狙った方がいいのかもしれない。そう、めちゃくちゃ出る。これはね、間違いない。1個古いの後押してくる、ね、そう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 。YouTuber としてはダメだけど、それは確定じゃない、誰もいないよね、うん、次回に回しますって。そうなんだよ、出ないね、やっぱり。まあ2体でいいや、じゃ2体でいいやじゃないよ、100連で1体出てないから、その時点でもきついんだよ。やばいぞこれ、その時点できついんだよ。まあ確率だから、シングル1回で当てる人もいますよそれ。いや本当そうなんだよね。そうそうそう、こればっかりはもういいって、変顔は全然長寿感ないから今のところまあ確かに長寿感って言ってもないんだよね、うん、全部 12% だし。そう、他のガチャもこのね、これでね、またバカ盛り上がってくれればいいけどね。ないでしょう。もういいって、もう変顔もあった、もうね、もういい、さすがに飽きた、うん、ちょっと爆死させすぎですエクストラクション。いやこれはね、1000個使って1体も出ないとしたら、まあでも属性レベルだよね、だとしたら属性ガチャみたい派です。でもね、1体は出てくれると俺は思ってんだけどな。残り50連で、うん、今まででですよ大体ね。まあそこ、それぐらい優しさはあるはずですよ。そうですよ、うん、鬼畜ではないですよ、うん、何も確定来ないですけど来ないね、うん、一切、まあ、引きの問題もあるけども、止まって止まって止まって、ちょー止まらないか。もうね、あの12分もやっちゃってるから、これもうあれですね多分、うん、対象キャラが多すぎて。そうね、うん、まあ確定とか来なくてもね、来てもあんま意味はないんですよね、うん、ね、うん、逆に出なくても、ね、来なくても出るパターンもあるだろうし。そうね、これじゃない？あ、でもこれで、まあね、俺出たらがっかりしちゃうよ俺。だって止まるやつ見たい、止まるのやつが見たいんだもん俺10連の途中で止まるあの喜び意外に意外に、ああ変身ってね、うん、そ知らない人多いと思うけど俺も最初言われた時よくあんなと思う調べて、ああそうかと思って、ああこの人ね、そうそうそう。さてさて、そろそろな気がするよ。でもマジで、おお、うん、モブがいっぱいありましたねこれさ、うん、過去一やばくない？うん、初速としては最悪かもしれない今まで。そうだね、今までだとこう、ね、ライブやってた時とかしたらね、そうそうそう、うん、最初の1000個ぐらい大体出てて、うん、途中でこういう風にはまる時があった。ああそうだ、うん、新春もそうだったね。そうそうそう、新春もやばかったね。ラストラストいきますよ。危ねえ、これやんなくてよかった。運極狙うの危ねえマジで。ゾッとするね。ねえ、考えただけで危ないよ最後で出るのがまあかっこいいでしょ。でしょ。あ、でもニュートンだ。いや違うけどね、別にニュートンは欲しくないんだこれ。なるほどね、1000個使ってゼロはさすがにもうやる意味ないなそうね、ね、あんまやる意味ないと思う。まあどっかのタイミングでだね、うん、うん、やってくれたらなぐらいでいきますか。まあね、なんだったら他にもね使えるキャラもいくらでも持ってるだろうし。そうね、まあ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 しょうがない。これを運極狙ったらヤバかったね。危なかったマジで。大きな罠です。まあ理由としては、はい、まず一つが、うん、引きの問題、うん、もう一つが、うん、先ほども冒頭に言った、うん、まさかの呪術廻戦コラボ、うん、大ゴケでございましたんで、大ゴケ、大ゴケも大ゴケでしたね。なのでまあ回収はしたいでしょう。そんな感じで、楽しみ、呪術廻戦コラボの動画、はい、売り上げの動画ですけどもお楽しみに。つうわけでさよなら、バイバイ。